今回の動画は、味噌作りを、やる動画になります。で、買った大豆がこの農薬化学肥料不使用っていう高波さんの大豆、2キロで埼玉屋っていうところで買いました。で、埼玉屋本店って書いてあるんですけど、これね、埼玉屋っていうから埼玉にあるのかななんて思うと違いますね。これね、実は八王子市にあって、そこのお店で買いました。で、2キロ、必要な、麹なんですが、これですね、米麹信州本作りって書いてある、まあこれを使って、麹は、まあ、これを使います。で、これが 800g800g です。だから1キロで 800g 使います。で、1キロでだいたい塩を、まあ、500g から600なんですが、まあ、500g で、まあ、1キロ、今回はそれでいきたいと思います。で、2つ買いました。500g のやつを。で、これ、お酒なんですが、これね、味噌を入れる、まあ、樽というか、その中の、ものを、それをね、ちょっと、アルコール消毒するのに、まあ、一番、酒屋で売ってる、度数の一番高いね、お酒を。買って、それ、まあ、布に染み込ませて、まあ、キッチンペーパーでもいいんですけど、それに染み込ませて、その中身をこれで消毒しようかなと。で、売ってるのがね、これね、40% だったんで、まあ、とりあえずこれで、なんか消毒して、味噌を作っていこうかなと思います。もう水にね、これ大豆つけてるんですが、水つけて、ガシャガシャ洗って、2回ほど、まあ、すすぐというか、そんな感じですすいで、それで、水を、張って、一晩、まあ、放置ですね。それから、まあ、ことこと煮ていくっていう感じになるんで。で、大豆の量の大体3倍ぐらいの水につけると、まあ、多分大豆が、まあ、膨らんで、水吸って膨らむんで、まあ、そのぐらいの水の量っていうことですね。だいぶね、水吸ってます。で、これをね、ボウルにほぼほぼいっぱい、こいつにね、入れて、水を、ここまでね、張っといたらね、別に、吸っても、うん、大豆が水を吸ってもね、水を吸い切っちゃうことがなかったんで、まあ、いっぱいに入れて、これで1キロの状態っていうのは、まあ、カメラで見る、この中になって。煮るんですけど、このね、漬けたこの煮汁のまんま、オリーブにね、入れちゃって、まあ大丈夫です。はい、これで全部入れ終わったので、火にかけてきます。3時間ぐらいですかね、コト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 。アクを取りながら地道に、まあ、やっています。とりあえずね、これが煮立つまではちょっと強火でやって、その後弱火でね、コトコトやっていきます。アクが出てきたので、まあ、アク取りですね。まあ、こんな感じで。コトコトやり始めて今何分ですかね、40分ぐらいが経ちました。まあ約ね、まあこう火の番人をねこうしながら、まあ、約2時間ぐらい今こんなやってるんですけど、煮詰まっちゃってね、水が少なくなるとこう水をね足したりなんかしながら、でこれでちょっとね、豆のがどのぐらい柔らかくなったかっていうのをねちょっと見てみましょうね。親指とね薬指でこうやって潰すといいよなって。あちちちちあちあちあちいいよし、あちちちちちち、あーまだかな。これもうだいぶ2時間ぐらい経ってるんで、まあ、具をこんな風に取って、でこれで潰れるかどうかを確認していきます。これですね。あ、いいですね、潰れますね。
じゃあこのぐらいもう潰れるようになったんで、これで、潰していきたいと思います。よいしょ、はい、火を止めて、よいしょよいしょ。煮るのにね3時間ぐらいかかっちゃうかなと思ったらね、非常にね2時間ぐらいですね。でこういう風にねどんどん、まあ今大豆をねこうやって取ってますが、この煮汁はね後でこいつをね潰した後に最後ね水分調整でこの煮汁を使うので、これはね捨てないでね取っときます。でこれでねどんどんこう潰していきます。でこれでこうやってねどんどん潰していきます。でね、よくじゃがいもとかをねこう潰すやつありますよね。あれなんていうやつでしたっけ。あれだとじゃがいもみたいにねすごく柔らかくね煮ると煮たりとかねふかしたりとかねすると潰れるんですが、ね、じゃがいものあるのであると、この面積がね、広すぎちゃってね、1個あたり、こう、潰すのにね、力が分散しちゃってね、実はね、これね、豆がね、潰れにくいんですよね。そうするとね、やっぱね、このぐらいの細さで潰していく方が、細かくね、崩れていくっていう風なのはね、何回かね、味噌作りをやってね、分かったことなんですね。これもね昔ねこういうの買ってきたんですよ。でこうやりゃ楽かななんて思ったんですけどね、なかなかね潰れないんですね。これねこういう風にやっても面積がね多すぎちゃってね、なかなかね潰れないんですよ。よいしょ、で今日のは柔らかいから潰れるのかな。でもなんかやっぱりねやっぱり潰れないですね。やっぱりねこのすりこぎの方がいいですね。こういう風にやってね一個一個ね粒をねこれでね地道にね潰すんですね。で結構時間かかっちゃうかなってね思いがちなんですけど、これね意外とね早くね潰れるんですよ。で売ってるね味噌みたいに粒をねもう粒が残らないぐらいにね潰すっていうとねもう大変なんですけど、手作りの味噌だとある程度潰れてまあ多少ね粒が残っちゃっててもまあそりゃそれでいいかなっていう感じなんで、まあこんな感じでね地道にね潰していきます。こういう風にねどんどんね粒を潰していきます。よいしょ、でねちょっとね水分が足りない場合はさっきのねこの煮汁をちょっとね、この足してあげると、このね、ちょっとね、作業がね、しやすくなるんですね。これがね、ちょっと水分がないとパサパサすぎちゃってね、作業がね、しづらくなるんで、あんまりこれ入れすぎちゃうと、今度は、水っぽくなっちゃってね、ダメなんですけど、こんなですね。これね、やり始めてね、まだ15分は経ってないですね。もう少しで15分かなっていうので、1キロ、こういうふうにね、いっぺんにやるのにね、この 棒でもね、15分ぐらいあれば、こういうふうにね、ここまで行くん で、これが疲れたので、休みやってると、多分ね、もうちょい時間かかっちゃうんでしょうけど、一気にね、一気にやればここまで行くんで、よいしょ、ここまでね、行くというか、潰れるんで、みんなもね、もしこれをやって味噌を作ろうかななんていう人はね、頑張ってください。大豆を潰すのはもうこのぐらいできたんで、次がですね塩と麹をね混ぜていきます。
今3枚重ねの新聞をね、これ3枚重ねを半分に折って、半分に折って開いて、こう、で、こうですね。そしたら、よいしょ。よいしょ。裏返して、パタッと置いて、こうですね。よいしょ。で、こうで、よいしょ。よいしょ。よいしょ。こう置いて、よいしょ。こう、半分に置いて、で、これを開くと。よいしょ。こうですね。ちょっとこれね、箱ができます。そしたら、これですね。これを小屋座って入れます。で、この塩と混ぜるんですが、このぐらいですね。このぐらい残す感じで、こっちと巻きます。これがね、こう板状のね、固まってるやつはね、こうほぐしながらやりますよね。もうこれはこの工事のね、こいつはね、もうこういうのバラバラになってるんで、ほぐす必要がないです。山高の工事って書いてあります。多分ネットで検索すれば出てくるんですかね。で、作ってもらって、あ、もう販売元があれなんですね。作ってもらって販売者がもう埼玉屋さんなんですね。これね、使いやすくていいんですよ、すごく。昔ね、ブロックのやつで作ったことあるんですけど、それよりね、これがね、非常にね、楽です。これね、思いっきりこうやっちゃいます。これね。で、まあ、塩だよね。食塩じゃなくて、普通のまあ、博多の、まあ、こんなようなね、普通のこういう粗塩でいいです。もうね、手しっかりさっき洗ってきてるんで、手をね、しっかり洗って、このぐらい残しますね。大体です。このぐらい。これ 500g の袋です。それをこれこのぐらい残してちょっと取っときます。で、もうこういうのね、普通にこういうの混ぜて、こういうのね、で、こういうのね、塩がこう固まっちゃってるのをこうやってね、やってまんべんなく、これでもうこのぐらい混ざったんで、だいぶいいですね。まだ粒が残ってますね、塩が。この麹をこの中に混ぜていきます。よいしょ。ドバドバドバ。よいしょ。よいしょ。で、全部入れました。これをね、もう混ぜていきます。よいしょ。で、麹はね、もう乾燥してるんで、もうパサパサなんで、これでこの煮汁も入れていきます。こうやって払って、これで、そして煮汁をね、こうやって、よいしょ、よいしょ、よいしょ。大体ね、ジャボジャボなんない程度にね、結構ね、目剣で大丈夫です。こういう風にね、よいしょよいしょっつって。
に。はい、これで麹と、大豆の潰したのと塩を混ぜました。で、煮汁も混ぜて、これで味噌の元がこれで完成です。で、これをこのね、樽の中に詰めていきます。ホームセンターでね、よく売ってるやつなんですが、まあ、これね、蓋があって中蓋があって、まあ、これ漬物を漬ける、まあ、樽っていうんですかね、それですね。で、大きさなんですが、豆2キロでね、やるっていうと、まあ、直径30センチですね。30センチの、高さがね、まあ、この蓋からこのところまで、このかぶした状態で25センチぐらいですね。そのデカさのものを使ってます。量が少ないとね、これよりちっちゃいサイズでもいいんでしょうけど、一番最初にご紹介したアルコール、一応ね、これ普通のね、飲めるお酒なんですけど、まあ40度のやつですね。これをね、キッチンペーパーにね、これね、染み込ませて、まあ単純にこうやって拭いていきます。よいしょ。で、これね、もうすでに洗ってあるんですけど、あの新品買ってきた人もね、一回なんか水道水つうか、まあ水でね、きちんと中洗ってからこんな風にやってもらえればいいかなって感じですね。じゃあね、内蓋もこんな、量買ってきてもね、これ一番小瓶買ってきたんだけど、結局このぐらい使ったってもまだこんなに残ってるんで、普通のお酒として、まあ後で飲んじゃおうかなと思います。でね、この残りのね、この塩をこの下にちょっと引いてきます。半分ぐらい、よいしょ、こんな感じで、まあ全体的にね、塩が行き渡るように。で、これで味噌玉をこの中に投げてきます。でもね、こう掴んでね、こうやって空気をこういう風に抜いて、こうやってここに投げてきます、空気を、まあハンバーグ作る時と一緒なんですかね、こういう風にね、こういう風に入ってきます。こういう風にね。よいしょ。で、どんどん空気をね、抜きながら。よいしょ。よいしょ。で、こんな感じで、はい、こんな感じで引き終わりました。だいぶ味噌が相当散乱してますけど、こんなね、よいしょ、まあこれはもうしょうがないかなっていうことで、で、これが1キロの分ですね。ここまでこうなったら、ここの全面に、ね、塩を、ちょっと少なかったですね。塩をね、こういう風にね、で、よいしょ、こんな感じで、もっとね、もっとね、もうちょいね、ある場合はもうちょいバッとやっちゃっても大丈夫です。そしたらラップでこうやって空気がこの麺のところ、空気が入んないように、こういう風にね、空気を抜きながら、こういう風に、で、ここがまだ開いちゃってるんで、よいしょ、うまいこと、こうやって空気が入んないように、空気をね、こうやって抜きながら、
こうやると空気に触れるところをねすごく少なくするとねカビが生えにくいので、どうしてもね空気があるとねそれでねカビがねそこからね生えちゃうので、こういうところの面はね空気に触れさせなければ大丈夫です。前回のね、ミソがね、2018年に作ったんですね。で、その前がね、15年。で、その前がね、2013年だかね、12年か、2012年かなんかに作ってるんですね。だから今回で4回目ですね。で、これで紐で結んで、よいしょ、こんな感じでね、よいしょ。よいしょ。温度の上がらないところ、冷蔵庫とかじゃなくて常温のところで大丈夫です。日の当たらないね涼しいところで置いとくと、半年ぐらいでね味噌になります。でこのね埼玉屋さんのねこういうの見るとね1ヶ月から2ヶ月で塩とかがねそういうのがこの中で熟成とかまあそういうのがされるんだけども、なんか店長をひっくり返してとかって書いてあるんですが、私はね天地とか全くひっくり返さないでそのままもう放置で、食べてます。それでもね十分美味しくね私は食べられていると思うんで、天地はねめんどくさい人はねひっくり返さなくてもね大丈夫です。でこれをね、まあ、日付を、まあ、書き直して、まあ、保管すれして半年ぐらいね経てばね、これがねもう中身がねちゃんとね味噌になってますからで食べられます。で今日が1月の、14日ですね。なので半年ごつと1月の14なので、1月の14、2、3、4、5、6、7月とか、まあ7月とか8月ですね。でちょうどそうするとキュウリとかがね取れた時期にそのこのね味噌で食べられるんで、まあ1月とか12月とかね11月ぐらいにこの味噌作りねやるのがまあいいかなって思います。あ、この日付をね書かないとダメですね。日付こうで2022年の1月の14、はい、だこれの半年後これです。で、前回のそうですね、味噌も見せておきましょうかね。前回のね、味噌が、今のね、こいつがどうなるかっていうと、ちょっとね、もうね、だいぶね、食べ進んじゃってるんですが、これがね、ここで書いてあるね、2018年にね、作った味噌が、これです。でも、2018年作ったのがもうこれだけになっちゃったので、これで今回、このね、味噌を作りましたって。で、どうせなら、まあ動画にね、撮ればいいやっていうことで、動画にしてみました。で、これがね半年経つとこのぐらいの味噌になるんで、で半年経ってまた開けた時にまた動画を撮ろうかなって思うんで、まあ楽しみにしてる方は、まあ、楽しみにしててください。で、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。でいいねボタンもよろしくお願いします。じゃあ、味噌作りねこれで、終わります。では皆さんさようなら。はい、味噌作り2日目、作り方はね、前の日と一緒なんで、端折りますが、量としてはこの樽に対してもうねこんな量です。ありますかね。でこれね味噌に多分重量的にねこれでねかなり、ね、もしかしたら10キロくらいあるかもしれないですね。大量ですね。ということで味噌作りでした。